高畑城は青森県平川市高畑吹上にあった戦国時代の日本の城。高畑城は本格、二角、三角によって構成される。本丸は長方形で東西約100メートル、南北約70メートルである。二角も長方形で東西約30メートル、南北約70メートルである。三角も長方形で東西約80メートル。 南北約60メートルである。各各の刺繍には堀が巡らされていたが、平常で防御力も弱かった。戦国時代、入院役指導の入院上の監守にして、入院服王子の別当である。入院現場は、周辺に部位を振るい周辺の南部市とも、対立していたが、現場は、大工寺城主、滝本茂之に、A68 年6月5日暗殺される。だが、 現場の子、入井健気義は、まだ若年であったため、あだちを自重していた。高畑城はこの頃、滝本重之が、健気義への備えとして築かれ、家臣の平岡聖影が入った。元気2年、大浦亀信は、石川城、和則城を吸収し、石川隆信を討ち取った。健気義もそれに負けじと高畑城を吸収し、平岡聖影を討って、 高畑上司となると、大浦亀信に侵入した。そのため、亀信を討とうと、南部信直が、世帯史沖神の軍を送り攻め込んだが、県清は前線し、その間に、金平綱則が、兵150人で応援に駆けつけた。さらに、久野平正美の無本の噂が届いたため、世帯史勢は三考に引き上げた。天正7年7月、悲惨、六七 北畠建足、滝本重幸らが、平賀軍に侵入した。この時、城主立清が留守であったため、吸収され落城した。この時、乳衣城、乳衣茶臼館、乳衣古立も落城している。しかし、大浦勢と六和川で激突した、悲惨勢は六郎が討ち取られ、大立に撤退している。その後の高畑城については明らかでない。ありがとうございます。